皆さんこんにちは、ワンダルギルビジです。では今回はギレネ5条の系譜ジオン軍編第2部続きをプレイしていきたいと思います。地球上を完全に制圧しましたので、今回はですね、まず最初にアクシズ攻略作戦を発動していきましょう。より我が軍は宇宙要塞アクシズに対する攻略作戦を開始する。幼いミネバを傀儡とし、自らの野望を実現しようとするハマンカーンにさらきの鉄槌を打ち下ろすのだ。各員の一層の努力に期待する。はい、これでアクシズに部隊を進めることができます。アクシズへ送る部隊ですけども、とりあえずですね、陽動の意味も込めてソロモンからも一部部隊を割きます。そしてアバワク方面からは全軍で出撃をしていきたいと思います。まずは陽動をかけているソロモンから発信した部隊ですが、ここは早々に退却します。これを繰り返してですね、この中域にいる敵部隊をアクシズに近づけさせないというのが目的になります。なので入ったり出たりを繰り返して敵を引きつけておきましょう。まさに陽動ですね。ここからはアクシズの攻略戦になります。アクシズにはビグザムが3機、それにサイコガンダムも投入しています。敵エリアに侵入しました。主力はハイザックになりますが、エースにはガルバルに乗ってもらいましたので、ガルバルディとハイザック組み合わせてですね、うまく進行していければいいかなというふうに思っています。では出撃していきましょう。編成はいつもと同じになりますが、ガルバルディが1、ハイザックが2という編成で進んでいきます。だいぶ長くこのジオンの系譜もプレイをしてきてしまっていますが、今回でね、最終回とできるように頑張っていきたいと思います。ビグザムを連れてきているので、ビグザムのメガ粒子砲マップ兵器ですね、これもうまく使って効率よくアクシズ軍の戦力を削っていきたいと思います。この後アクシズのですね、具体的な戦力、敵の機影から判断ということになろうかと思いますけども、見ていきたいと思います。キュベレーのハマーンは封じてあるんですが、それでもパッと見パーフェクトジョングが数機、あとはガザシー、それにケンプファーなんかの機影も見えますね。注意を払っていきたいと思います。ではまずはね、敵部隊と一戦交えましょう。ここはソロモン方面を守備していたアクシズ軍がやっぱり一部アクシズに戻ってきてますね。陽動で差し向けた部隊いたんですけども、やっぱり一部はちゃんと戻ってきてます。なのでこれを撃破していきます。いい音色だ。一番の脅威となるハマーンのキュベレーを封じてあるので、ここは無難にね、敵の数を減らしていければいいかなと思います。アクシズ軍も進行してきましたので、ここからですね、全面的なぶつかりになりますね。臆せずに数で、そしてモビルスーツの質でも有利に立ってますので、押していきたいと思います。ただ、エネルギー切れだけが怖いので、策敵はですね、主に戦艦にやらせましょう。あんまり前に出すと戦艦が撃沈される恐れがあるので、ちょっと絶妙なね、バランス感覚というか、そこだけ意識してですね、進めていきましょう。まずは確実に数を減らしていきましょうか。リゲルグに今ちらりとグレミーが乗ってるのが確認できましたね。ここにいるのがグレミーですね。ちょっとトンチンカンな方に来ちゃってるのがこっちの部隊かな。ここは急いで挟み撃ちできるように急行しましょう。せっかく連れてきているサイコガンダムとね、加えてビグザムがちょっと思うように今のところ機能していないところがあるので、なんとか活躍の場面というものをしっかりね、用意できればいいかなと
思っています。キャラスのリゲルグを撃破した。誰がお前なんかいるから嫌いだ。キャラもね、かなりのお色気キャラというかギャグキャラみたいな感じになっちゃってましたからね。ここはグレミーのリゲルグを撃破です。久しぶりに登場したコンスコン、ミサイの改良型に乗ってもらってます。私の邪魔をした報いを受けてもらわねばな。マクベはね、あのギャーに乗ってた印象を皆さんお持ちだと思うんですけど、格闘がね、あのその印象にたがわず結構高い数値になってるんで、いい音色が前衛で活躍してくれるユニットになっています。補給線を塞がれていて、ちょっと補給にこの後苦労しそうなので、補給ラインの確保は最優先に考えましょう。そして撃破されたらゲームオーバーになってしまう。ギレン総帥はビグザムに乗って前線で指揮を取ってもらってますので、ビグザムのですね、残りのヒットポイント、ここもね、ちゃんと注意を払って、ここまで進めてきたのに、ビグザム撃破でゲームオーバーということにはね、ならないように注意を払いたいと思います。そのビグザムはここにいます。ビグザムはちょっとここで一度攻撃しておきましょう。数を減らす。あと補給ラインに敵部隊がいると補給が止まってしまうので、敵部隊の排除も行っていきます。何度も今までお話ししてきている通り、多少ガルバルディに関して言うと補給にエネルギーに継戦能力に難ありというところがありますからね。パーフェクトジョングが数機いますけども、このパーフェクトジョングもね、確実に撃破していきます。ようやく実用化の目処がついたものを。力押ししか考えられんやつには負けられん。ここはギレン総帥のビグザム、大型メガ粒子砲によるマップ攻撃になります。これでビグザムは2連戦車できるんですけど、エネルギー切れになると思うので、どっかでね補給をしてあげたいと思います。さあ、ようやくサイコガンダムも到着しましたね、現場にね。ここから倒していきます。もう敵の数残り決して多くはないので、このままスルスルと近づいていって撃破をしていきましょう。地球から上がってきた配属隊もですね、数あるんですけども、出番はなさそうですかね。残ってる強敵としてはパーフェクトジョングにガイアが乗ってるんですけど、ガイアはねニュータイプではないオールドタイプなので、ジョングに乗ってもジョングの性能を完全に引き出せるわけではないので、強くはありますが脅威ではないかなというところですかね。これはサイコガンダムです。本気で思ってるの？私がやったの？違う、私じゃない。いや、完全に情緒不安定だな。レイラでしたっけ？完全に情緒不安定に陥ってますけど、ニムバスもパーフェクトジョンが乗ってんだ。クスコが単なるジョングに乗ってましたね、今ね。力押ししか考えられんやつには負けられん。これはジョングヘッドのだけになったマリオンです。マクベも本当にいい働きしてくれましたね、ゲームの中では。ガイアのパーフェクトジョングは撃沈撃破まではいかなかったので、次撃破してジョングヘッドにして、ジョングヘッドも撃破して
ジョングを消滅させていきましょう。残り敵ユニット数6という数になっています。ここはクスコのジオングをレイヤーのサイコガンダムで撃破です。いいよ、ニュータイプ同士ではあるものの、やっぱサイコガンダムの方が圧倒的な強さでしたね。ではアクシズ最後に残ったケンプファー1機、これを撃破してアクシズの制圧完了していきましょう。いやー長かったですね。ちょっとね、稚拙なプレイで、いろいろ皆さんからアドバイスとか、助言とかいただいてですね、ようやくここまで来れたなというところですけども、あのギレンの野望シリーズはね、これからも、いろんなものをやっていきますので、まあ、引き続きですね、お時間ある方お付き合いをいただきたいなと思います。ではこの後はエンディングへと入っていきましょう。圧倒的じゃないか我が軍は。報告します、我が軍は宇宙要塞アクシズの制圧に成功しました。アクシズは滅亡です。ギレン閣下、ついに全敵勢力の打倒に成功しました。もはやジオンに立ち向かえる勢力は存在しません。ついに終わったな。長い戦いであった。だがこれからが始まりだ。地球圏を統一し、人類を我が理想に導かねばならぬ。閣下の理想、私にもお手伝いさせてください。これからも。はい。ジオン公国軍は戦いに勝利した。地球圏はギレンザビの手によって統治されることとなり、有料人種のみによる地球圏の支配計画は実行に移される。地球住民の強制退去および抵抗する者への粛清は速やかに行われた。ギレンはその卓抜した政治手腕によって戦乱を未然に防ぎ、地球の環境を回復させた。異常な独裁者は恐怖と暴力によって地球圏に平和をもたらしたのだ。結果的にギレンザビの行いは地球と人類を破滅から救ったのである。だが一人の独裁者によって作られた平和にどれほどの価値があるというのか。人々はそのような平和であっても、どのような支配者であっても構わないというのか。人々が本当に望むもの、それは争いのない世界。そこで子を産み育て死んでいくこと。今はただこの平和な時を享受し、子や孫に戦いの愚かさ、虚しさを伝えよう。地球から宇宙へと人類は新たなる一歩を踏み出した。そしてこれからも歩み続ける。